これはちょっと不思議なジジイと私の60日の記録である。南條一馬、ジジイと私の60日。はい、じゃあ何してんの？実験。やばいよ絵面。30過ぎスウェット三つ編みがさ。実験だよ。最近豆乳好きなんだよ私。うん、豆乳、うん、でコーヒーとかさ紅茶で割るのはもちろん美味しいじゃん。まあまあそれ何食った？だからそれでラーメン作ってみたらどうかと思って。ほう、まあでもなんかあるよね、まあ、豆乳かどうか知んないけど、あの乳製品を聞いてる？あ、聞いてる。コンロ大丈夫？グッツグッツやるか。塩、味噌、醤油用意した。はいはいはい、頑張れ頑張れ。あーもうすごいポロ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 。大丈夫大丈夫、一人暮らしってそんなもんだよ。ポロ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 。料理すんの普段？しないよ。そもそもしないよ。返事が早すぎだよ。私はもう24で料理はやめたんだ。24で卒業したんだ。そうだよ。カレー一回冷凍したらジャガイモがすげえベチョベチョになっちゃって、それで諦めたんだよね。なんかさ、絵面も発言も物悲しいから、せめて明るい BGM を弾いててほしい。そうだね、ジジイはね今明るい BGM が鳴ってたら嬉しいなって思ってる。多分そうだよ。多分そうだよ。なんだよ BGM って。なんだよ BGM って、何言ってんだよな。ジジイ3分測ってる？測ってた、測ってた。すげえ。測ってた。じゃあこの間にスープ作ればいいのか。そうだよそうだよ。ちょっと慣れてないな。インスタントラーメンも作り慣れてないんだ。カップ麺だもん。あー、めんどくさがりや。そうだよ。2分15秒です。やばた。10 9、やべえ汁まだできてねえしな。8 7、あーちゃ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 、6 5、あーどうする、4、こっからどうする、先に麺入れちゃおうか、先に麺入れちゃおうか、先に麺入れちゃおうか、パニック、先に麺入れちゃおうか、両4かどこにパニックだよ。もう入れていいと思う？入れていいんじゃないの。もう今しか入れる瞬間もうないよ。そうだね、冷めたらもう意味ないもんね、うん、じゃあゴー。ああ結構いくね。そこにじゃあ麺を投入だ。ああ投入と被っちゃった。ダッセージジイ、ジジイ死にて。死んでるし、ジジイだけど。あー怖いよー。誰か怖いよお湯にビビる30代。よし、混ぜ混ぜして、混ぜ混ぜして食べてみようよ。はい。ちなみに豆乳はビタミン B、E、 イソフラボンはホルモンバランスの乱れや、肌荒れを防ぐんですって。なるほど。体にすごいいいんですよ。まずね、塩。塩塩塩、いただきます。いただけ。どうどうなの。お、うまい。うまい、やった。でも塩とね、豆乳はめっちゃうまいわこれ。親和性が高そうだなと思ってたんで、ジジイも。高い高い。次は醤油。醤油醤油、いただきます。あれリアクション、あれ出た、無味無臭。無味無臭なことある？ちょうど消し合うのかしら。無味無臭。マジで？そんなにやっても。よし。さあでも味噌と、味噌と豆乳も割と、そうだよ。俺合うんじゃないかなと思ってます。おっ、よっ。うめ。うまい。あ、うめ。クリーミー味噌。クリーミーな味噌か、いいな。なんかね。優しい味になった。あ、でもね、私ね、味噌豆乳好きですよ。あ、本当ですか。これじゃあ今後もやるかもね。うん？今後もやるかもね。誰が？おめえがだよ。お、いい加減にしろよ。なあ、明け方のファミレスじゃねえんだからな。じゃあこれはまたこの企画やるかもだ。うん。あ、鼻に入ってっちゃった。やれよ。行って、ということでジジイも帰るよ。帰る？ジジイも帰るよ。ありがとう、ごちそうさまでした。ぶっきらぼうだな。バイバイ。どこか知らんけど。